ねえねえなっちゃん、ちょっとこれ見て。何？何これ？このタピオカのスマホケースめっちゃ可愛くない？超可愛いんだけど。やばいんだけど、これうち超欲しい。欲しいわ。待って待って、これ作れるっぽいんだけど。マジで言ってんの？天才じゃない？やばいやばいやばい。ね、それ持ってたらさ、原宿で王者なれるっぽくね。やばくね、王者。うちクイーンになるわ。マジで？じゃあうちキングだわ。キングマジか。うち女王陛下だわ。待って待って、でもさ、このまま作ってもさ、ちょっとさ、うちららしさやっぱさ、ちょっとなくない？確かに。うちららしさってなんだろう。でもやっぱうちらは、インスタ映えじゃん。あ、インスタ映え、いけいけ、まんじゅうって感じだもんね。タピオカスマホケースなだけでさ、インスタ映えでまんじゅうだね。まあ確かにまんじゅうだわ。うちららしさか、わかっちゃった。うちららしさって言えばやっぱさ、スライム。待って、それだわ。スライムじゃね？待って、何回考えてもそれだわ。それでしょ？ミルクティーの部分をちょっとスライムにしてみない？待って、天才なんじゃない？マジで、ありがとう。やばみだわ。りっちゃんです。パパラパピーのっちゃんです。はい、ということで今回は、女子高生の味方、タピオカスマホケースを作っていきたいと思います。ここにね、タピオカをつけちゃおう。タピオカをつけるの？そうそうそう、常に一緒に入れるじゃん。素晴らしい。ということで早速材料はこちら。iPhone ケース、グルーガン、黒いビーズ、小さいコップ、ストロー、着色料、以上です。はい、ではまず、あのタピオカミルクティーのミルクティー部分を、なんとなんと、うちらの味方、スライムで作っていきたいと思います。洗濯のりをイン&イン、NEXT、 そして次はウォーターをイン and in。OK、 ここまで順調よ。 OK、 ミックス。だる、混ぜんのだる、混ぜんのだる。でもしっかり混ぜる、うちらマジ、うちらマジ偉くね。優秀優秀。ミルクティーの色にしていくのがとても難しいんだけども、ひらめいた。白、絵の具入れてきます。白入れんの天才じゃない？やっぱミルクティーだからさ。次、黒。黒入れんの？うちらの引き締め色、やばくね。ちょっと一旦混ぜよ。あの、若くなる方法はね、なんとかだわとか、じゃねを使うことだと思ってる。それじゃね？それじゃね？え、てか、これだわ。ごまティー、ごまティー、ごまティー。待って、これスタバのごまごまフラペチーノじゃね？それじゃね？これ飲みたかったんだわ。マジか、マジ。マジ。古いんだろうか。え、そう、マジ古い。わかんない。次、黄色いきます。これスプーンないわ。ちょ、トントントン。トントントン。完璧じゃん。完璧。なんかこれで、なるっぽい。マジ？ミルクって、あれ？抹茶？緑？あれ？黄色多かった時の？赤とかオレンジを入れんじゃね？あ、そっち系か。そう。ねえねえ、うちさ、最近さ、流行ってるさ、言葉あるんだけどさ。何？バヤイ。バヤイ。やばいの。これってそれ超よくね？え、マジで？超いい。え、マジで？え、これってか流行ってる？もしかして。バヤイ流行ってないんじゃね？流行ってねえ。え、流行らせようぜ。バヤくない？マジ。バヤイはマジ。ここに赤入れるとかバヤくね？バヤイ、ブイブイ言ってんわ、これ。バヤ、バヤ。バヤイは。バヤバヤシさんじゃない？マジ。バヤバヤシ？うん、バヤバヤシさん。めっちゃバヤ！バヤ！白、黒、黄色、赤でミルクティーの完成です。イエ。じゃあ、ここに、放射を溶かしたお湯、いってくよ。イン。いいね。もっといっちゃうよ。あ、いいじゃん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 。食べる？食べない。OK！ スライム完成！じゃあこれをミルクティーとして使っていくので、じゃあ実際にスマホケースの方作っていきましょう。はい、ということで、じゃあまずタピオカ作っていくんだけど、見て、超可愛くない？こんなミニミニのカップ。ということで、これをここにつけていくので、まあ、このままだとちょっとさすがにちょっと立体感ありすぎみたいな、やばいね、なんかそういうね、コメント来そうだから、これを半分に切っていきたいと思います。天才。切るときは気をつけて切ろうね。あ、いいね。そしたら今回のちょっとコップは上にね、蓋がついてないやつだったから、蓋がついてるやつだったらそれも同じサイズに切ってもらえばいいんだけど、まあ、このままだとスライム出ちゃうので、こちらのクリアファイルで蓋を作っていきたいと思います。天才。Thank you。 今うちの Thank you かっこよくて惚れたっしょ。マジ惚れた。惚れて1000年目。1000年目かよ。3000里だわ。
え、ってほら見て、ね、逆にタピオカっぽくないこの感じ。え、待って、可愛くない？待って、これタピオカ感フィルムだわ。タピオカのとこフィルムなってるよね。それフィルム賞受賞だわ。え、どういうこと？次は、まあ、ストローもね、刺さなきゃいけないということで、まあ、ストローぐらいの大きさにちょっと穴開けていきたいと思います。こうスマホケース側にあった方がいいと思う。おいどもそう思う。ちょっと真ん中、あえてのずらしかな、やっぱ真ん中、真ん中か。でも待って、そこも趣味よ。そうよね、ちょっと右寄せ。趣味じゃね。うちはちょっと右寄せ。難しい。むじいわこれ、マジむじいから気をつけろよ。そらな、あんたの綺麗なエビ怪我しないように気をつけて。待って、やばいんだけど。運命的貫通だわ。タッチングインザファイヤー。はい、ということでパーツが揃ったので実際にスマホケースにつけていきたいと思います。うちらの味方グルーン、グルーガン。緊張の一瞬だわ。ねえマジリサコ付き合おう。え、うちら付き合ってなかったっけ。えマジかよ、そういう返しか。はい、ということでこんな感じでね、くっついたので、ここにブレスレット、黒い玉がついてるブレスレットこれね、タピオカっぽいので、これとあとはさっき作ったこのミルクティーのスライムを入れていきたいと思います。直帰する。これブルーベリーじゃない？っていうか小粒旅だわ。小粒旅だわ。最近の流行りは大粒もちもち旅だから。あ、マジか、ごめん、分かってなかった。うちリサコこの間連れてってやったじゃん。ごめん、だってあの時は夏子のことしか見てなかったから。マジか。トゥトゥントゥントゥトゥントゥン。あ、でももうタピオカっぽいよ、ほらほら。ちょっと混ぜる。混ぜよ。あ、待って、分かった、スライム取って混ぜてから入れればいいんじゃね。それだな、めっちゃタピオカ感あんじゃない。マジタピオカだわそれ。え、マジいい感じじゃね。え、マジタピなんだけど。ストロー刺していきます。しゃ、ここに刺して、で、いっちゃってって感じ。ストローの長め、待って、おいしそう。超かわいいんだけど、やば。待って、これさ、え、タピオカってここなんかめくるとこあるよね。あるわ。それ表現しちゃったんだけど。できてるわ。え、やば、マジおそろっちじゃん。おそろっち、いい長さじゃん。はい、ということでここまでできたので、最後ここ蓋がね開かないように、ここもグルーガンでつけていきたいと思います。めっちゃいい感じじゃん。はい、ということでめっちゃ可愛くない？本当ね。てかマジリアルね。なんか飲めちゃいそう、こんな感じ。マジリサコ、リサコを失いたくないからやめて。ごめんって、冗談だよ。黒の iPhone につけるの結構良くない？ね。ベースが今回透明でやったけど、これを色付きでやってももっと映えるかもって思った。マジそれ。え、でも本当にリアルだし超可愛いし、マジ超可愛い。世界に一つだけって感じだし、早いので皆さんもぜひぜひタピオカと一心同体になっちゃってください。それではこの動画が面白かったら高評価、コメント、タピオカよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。タピ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 。おまけ。そう、タピタピちゃうからちょっと立ってて。そう、あのね、そっち寄っちゃうんだよね。タピより注意。見てー、立った、立った。あ、事故だわ。上から取る、なんか持ってるところ、あ、なんかなやっとというか、例えばなっちゃんがこうやってやってる。あ、もし電話して、電話して。あ、そう。ちょっと待って。When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so なっちゃんもちょっと、ちょっと、どうしようかな。